じゃあね、早速見ていきましょう。この扉の向こうにあります。お邪魔します。こんな感じです。早速ね、一匹大型のオオトカゲが転がってるんですけど、六畳間を一面芝生にしました。でね、この部屋エアコン完備なんで、温度もしっかり管理してます。ではまず大福くんの部屋から。はい、こちらになります。こんにちは。こちらサバンナモニターの大福ですね。昨日たらふく食べたんですけど、お腹空いてます。はい、ケージの中はちょっと今ね、大福が暴れたので散乱してるんですけど、こんな感じです。パネルヒーターに、ウッドチップを敷いて、でバスキング用に、ね、こうやって石を設置してます。はい、ご飯じゃないよ。ケージは横幅が120センチのものになります。まあ、まだねサイズがそんなに大きくない子なんで、これぐらいのケージで十分飼えますね。で、左に入れてるのがこれ水入れになります。結構ね大きめのやつを買ってきて入れました。でね、だいたいね大福はこの水入れに入ってトイレをしてくれるんで、この水を変えてれば、まあ糞の掃除はできます。はい、次にこちらのメタルラックなんですけど、小型の爬虫類たちをこの中に入れて飼育してます。上からこちらが火ばかりですね。今シェルターの上に顔を出してるこの子です。で、餌用にウキガエルを入れたんですけど、ちょっとサイズが大きいみたいで食べてくれないですね。今度ちょっとミミズを探して取って入れてみようと思ってます。続いてこちらがヤモリゾーンになります。まずね、この子はヒョウモントカゲモドキのスーパーマックスノーです。名前は鳥川さん。今日もねシェルターの外に出てきてくれてますね。続いて隣はヒョウモントカゲモドキ、ブレイジングブリザードです。名前はからあげくん。こっちはずっとシェルターにこもってますね。暗くなると外に出てきてくれるんですけど、明るいうちはだいたいこんな感じです。で、その隣が日本ヤモリの子供ですね。今床に見えてるちょっと擬態してるこの子です。餌皿にイエコの S サイズを入れてるんで、まあお腹空いたら食べてもらってるって感じです。その下がですね、これはヘビですね。こちらがコーンスネーク、桜餅ちゃんです。こんな感じで飼ってます。その隣がこれ、今ねちょっと床材がぐちゃぐちゃになってるんですけど、セーブシシバナヘビです。床材取ったらいました。まだねめちゃめちゃちっちゃい子なんで、ピンクマウスの M サイズぐらいまでしか食べれないんですけど、まあね順調に育ってくれてます。一番下の段はこれ餌用のマウスさんの場所になってます。
ちらが親マウスで、こちらが子供マウスですね。メタルラックはこんな感じです。でこの引き出しはですね、爬虫類に使う道具の入れ物になってます。上がこれご飯入れですね。まあいろんなご飯が入ってます。まだ紹介してないやつもあるんでね、それはまた後々紹介しようと思います。次にこれが、まあ、メンテナンス用の道具です、まあ、キッチンペーパーだったり消臭剤だったり、あとはこういうねビニール手袋とかですね、ポリ袋とかこうやって糞を捨てる用の道具とかも入ってます。その下は床材ですね。まあ主にサバンナモニター用の床材を買ってるんですけど、こうやって1回じゃ使い切れない床材をまあ保存してやってるっていう感じですね。あとはまあヤモリ用の床材だったりもあります。その下も一緒ですね、床材です。で一番下の2箇所は、まあ、余ったものですね、その他としてます。はい、だいたい紹介が終わりました。せっかくね床面を芝生にしたので、ここでね大福とかいろんな飼ってる子たちをねたまには部屋んぽさせて歩かせようかなと思ってます。今日は試しにね大福をちょっと歩かせてみようかなと思います。はい、出してみたんですけど怒ってますねまあ初めての環境なんで仕方ないとは思うんですけど、まあ定期的にねこうやって芝生の外に出してやって部屋をしてもらおうかなと思います。6畳もあればね広々としてるんでだいぶ歩けるかなと思います。だいぶねお腹がぽっこりしてるんでね、ダイエットしてもらいましょう。という感じで今回の動画は以上になります。今後はねこの部屋を使って動画投稿していこうと思いますので、気になる方、応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画であやさん家にお越しください。